さあそれでは続きやっていきましょう。今回で終わりです。すいません、今実はね撮影しててねマイクの電源が入ってないことに気づいてやらかしたぜ。今ミラーをつけてるところです。すいませんね、音声をさ今いるの見ててあれってこうやってなんかボリュームのあれが動いてないからさ、メーターがあーっとか思ったら忘れてる、電源入れる。だからテイク2です。テイク2になってないテイク2ですね。ギュッと入れてよし、 OK で今ねインレットマークもね貼っちゃったところよし、 OK、 これでミラーはくっついたよと。 OK でインレットマークを今貼ったんで、ここのインレットマークをね仕上げるところを撮ろうかなと思ってね。そうしたらあちゃちゃって感じ、これ今インレットマークついてるのが見えるかな、ここのここね、インレットマークミラーになってるね、ほらキラキラと。でここにまたいつもの接着セッターをちょんとちょんとつけてね、でその上にデカールを貼る、ベンツのマークねを貼る、位置をしっかり合わせてよし、 OK で濡れた綿棒というか、まあ、綿棒を濡らしてティッシュで軽く水分を拭き取ってあげて、それで貼ると。ちょっと位置がずれてるな、もうちょっと、結構これねエンブレムって大事なんでね、しっかり狙ってつけてあげましょう。で水分を取ると、また若干ずれてるから直す。でまた貼る、きれいに貼る。インレットマークのど真ん中に来るようにね、きれいに貼ってあげましょう。こんなもんか。で次ここからソフターを塗ってあげる。密着させてあげるわけね。でソフターをちょっとずつ吸い取る。ずれた。いい？いいね。よし、OK。で、綿棒をまた反対側の方の綿棒をね、濡らして、しっかり密着させてあげる。水分を出すように。やるけど、この時ずれたらまたこうすぐに直す。でこの時に周りに結構周りに糊とかがね残らないように、もうこの時点でしっかり拭き取ってあげましょう。これ動くな、動くけど、OK。これで乾かせばしっかりくっつくでしょう。ちょっと若干緩めな気はするけど、このぐらいが乾いた時にちょうどいいよと。で最後ケツにベンツのマークのインレットを貼って終わりと。やっと完成した。長かった。ここまだねちょっと乾燥がしっかりしてないんで、まだつけてないです。で後ろにベンツを貼って、ベンツ貼る場所ってどこだ、ケツの説明書、あここね、テールランプっていうか真ん中のランプの裏にこれも
ピンセットで貼っていく。貼っていくぜ。ふわっと乗せた状態にして、ちょっとこう微調整できるような感じにしておいて、しっかり決まったら貼る。指でえいえい、しっかりくっつけてあげましょう。ああ、見えてない、すいません。小指でこうね、ギュギュ押してあげる。グイギュギュ、別に小指じゃなくても何でもいいんだけどね。下手にね、綿棒で押すとね、綿棒の毛がついちゃったりするからね、あんまり好きじゃないんだ。指でこうグイグイ押して、あの粘着でしっかりくっつけてあげた方が結構好きかな、僕は。できた、ついに完成です。ここまだね、ここはちょっとまた別のお話でね。よし、できた。ということで、どうでしょうか。ちょっと画面少し広くしますかね。こんな感じでしょうか。いや、やっとできました。すみませんね、長々とね。まあ、かなりノーカットな感じになっちゃったけど、皆さんがなんかちょっと不安に思ってたところとかがね、いいあのヒントになっていれば一番いいかなと思います。ちょっとこうね、ホコリなんか払っちゃったりなんかしてね。よし、 OK。 まあ、この時ね、突起物とか触らないように気をつけながらやりましょう。まあ、エアーで吹き飛ばすのもまた一つの手かなとも思います。どうですか、なかなかいい。まあ、やっぱりね、あのキットがいいということがあって、あのかなり綺麗に仕上がったように見えるんじゃないのかなと思います。まあ、結構一通り難関があって楽しいキットなんじゃないのかなと思うんですね。まず一つ目は、一番最初の方にやったですね、合わせ目消しっていうね、そういった体験もできますよと。ここの部分とかここの部分とかね、いろいろねあるんですけれど、あとその他、まあこうね、ボディに直接穴を開けるっていうね、そういったこともね、なかなかあんまりないキットって多いんですよね。そういった経験もできますし、そうだな、青島とか他のねメーカーだったりすると、テールランプがもともとこう赤のパーツでできてるんだけど、これは自分で塗らないといけないとかね。あと、まあこのヘッドの部分もそうなんだけど、ヘッドライトもこう自分で黄色を塗らないといけない。黄色、クリアのイエローっていうのはあまり塗る機会って少ないんでね。あとはですね、なかなかない経験、インレッドの上にデカールを貼るっていうこともなかなかないですね、あの他のキットでは。あとは、まあ、艶消しを全体的に塗るっていうのも車によっては少ない。まあ、今後ね、こういった車が増えてくるらしいんですけどね。で、あとはですね、デカールの大判を貼るという経験もできるよと。そうですね、まあ、結構こういろんな、なんだろう、いろんなことがこう集結したキットなんじゃないかなと思います。まあ、かなり楽しめるキットなんじゃないかな。まあ、ちなみに自己採点的に考えるとですね、どうかな、50点ってところかな。そのね、鍋さん的100点ってどんなもんかと思われると思うんですけれど、自分にとっての100点っていうのは、もう本当に何だろう、リアルを求めて作るとか、そういうパイピングだとか、ディテールアップ、もうちょっと細かくここはこうした方がいい、ああした方がいいとか、そういうことじゃなくて、箱を開けた状態で特に何かこう追加パーツするわけでもなく、しかもこう塗装もうまくいきながらの、何だろう、デカールミスもなくと、まあ、妥協ゼロでできた時のことがまあ100点かなと。じゃあ50点分の妥協って何じゃろっていうところで、結構ね、マイナスポイントで僕でかいんですよね、自分の中で。さっきっていうか、まあ、前回ね、ここはね、ポロポロ外れてちょっとミスったみたいなこと言っててね、それの、ところで結構ね、もうそこだけでもう10ポイント以上マイナスなんじゃないかなって思ってる。なんかそのね、やっぱりミスったことが結構、取り返しのつくミスは、ね、別に全然問題ないんですけどね。そう、あともうちょっとですね、トップコートをもう少し重ねてですね、デカールの段差を消した上で、艶消しをやるとまた良かったのかなって。今いかにもね、こうなんかシール貼ってありますよっていうデカールのこの膨らみの跡がね、若干あるんですよ。それもね、あんまり気に入らないかな。
今回ねよくできましたって言えるところはね、デカールの失敗がない、まあ破れちゃったとかそういったことがなく、特にここのねフロントの部分なんかすごくこう一体感があってすごく綺麗にできてよかったなっていうところかな。そうだね、火の打ちどころばっかり言っててもしょうがないんだけど、こういううまくできたかなっていうところもね言ってみるとそういうところかなと思います。あとはどうかな、まあでもこんなもんか。まあもうちょっとこうと黒の塗装もうまくいったらよかったかな。まあでもまあパッと見いいか。ちょっとねところどころね少しちょっとああはいはいはい、ああはいはいはいっていうようなところもね若干あると思う。だけどまあ悪くないかなって思うね。よし、ということでなんとかできました。まあまたねこの後にこうお立ち台に乗せてですね、いつもの角度から撮影した上でお立ち台でぐるぐる回して見てもらおうかなと思います。うん、そうだね、もうちょっとねタイヤデカールもね綺麗に貼れるとよかったかな。タイヤデカールを貼ること自体は綺麗に貼れたんだけど、デカールの位置がねもうちょっと外側でもよかったかなっていう気がする。うん、ほんとね視聴者さんの作品をね送ってもらってるんですけれど、あれ見るとね皆さんほんとねめっちゃ綺麗に作ってるからさね、すげえなって思うんだよね。やっぱり自分とね作るキット、まあね流行りもあったりいろいろあったりするんですけど、まあ被る時あるじゃないですか。それ見るとうわめっちゃうまく作ってんなみたいなさことがね多いんだよね。皆さんほんとすごいうまくて、逆にね僕もね勉強になって、ああなるほどって、ああやっぱここまでなんだろうこうね、なんていうのかな、自分ももっと頑張らなきゃみたいな、ね、そういう気持ちにもねさせてもいただけてるんでね、すごく助かっております。まあまだまだねなんだろう視聴者さんのね投稿をお待ちしておりますので、そちらもね送っていただけたらと思います。だん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 ね今数が少なく、でもねもうすぐね100回目になりますね。うん、もうすぐ100、その100回目ってそのあれがね視聴者さん作品募集アップロード第アップロードが100回目っていうのが来ます。もうすぐ、まあ来たところで何って思っちゃうけど、うん、でもまあ本当ね皆さんがそれだけね送ってくださったっていうのでねすごく嬉しいです。あすいません、どうでしょうか。まあ難易度的にはやっぱり大判のデカールっていうのはね難しいところありますけれど、ちょっとね初心者の方には不向きかなっていう感じ。デカール自体はやっぱりこの透明な余白の部分が多くて脆いっていうところがあるので貼りづらさはあるんですけれど、慣れた方からすると結構楽しめるキットではないかなと思います。合わせ目消しも、ね、しっかりやらないと見ての通りここねしっかり出てきちゃうところなんで、合わせ目消しもねしっかりやってゆっくり焦らず作っていけばまあいい感じの出来ができるんじゃないかなと思います。まあでも本当ねやっぱりタミヤさんっていうのもあって相もよくおすすめなキットではあるので、ぜひ皆さんも作ってみてもいいかなと思います。ちょっと実はですねノーマルの方のノーマルっていうかメルセデス AMG GT3 っていうキットがねちょっと気持ちね入手困難になってきてるかなっていう、ちょっとどうでもいい自分の目から見たところがあります。お店自体にはあるんですけど、ネットにはだんだん数が少なくなってってるっていう感じがありますね。なんでこうなんだろう、まだ作ってない方ねそちらの方も作ってみてもいいかなと思います。デカールがね苦手っていうか、その大判デカールが苦手だけど車両としてはすごくかっこいいから作ってみたいっていう方ね、そちらでもおすすめだと思います。ということで今日はこの辺にしようと思います。では今から写真とお立ち台載せますので見ていただけたらと思います。次回はね株とかねそういったのを作っていきたいなと思うので、ちょっと動画入れ違っちゃうかもしれないですけれど、その際もまた見ていただけたらと思います。ではまた。
ー。